マップを見る感じ。あ、やばいやばいやばい。薬がありますので。で、これ最後の薬だけど。6分10秒持つ。服燃えてますけど大丈夫かな？大丈夫かな？これずっと、あ、そうだ！やばい！木の枝が燃えてたんだ。あ、じゃあアイスロット持っとこう。これ涼しいだろう。いいね。お、でけ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 聞こえてきましたよ。ゴロ温度が。鶏もいるね。あれ、鶏か？七面鳥か？お！出た！錆びたやつ吸い込んでくれると錆び取ってくれるタコ。で、近づくと帰っていくタコ。おぉ、出たー！ここは、ヤッコさんが出てくる場所だ。でかいマグロックくん。見てください。何も敵がいないように見えるでしょ？その前にだ。掘らしてくれないか。いいね。こう何もいないように見せかけての、お？お？あ？何もいねえの？ああ、来た！よし。こいつちょっと相手するか。どれ？アイスロットが有効なんじゃないかな。ほら。冷めてる冷めてる。有効有効有効！めちゃくちゃ有効だ！あ！なるほどね。本体冷やしてやろうか。どうだい？で、この際、倒れた時に、ここが弱点なんですよ。タンコブみたいなもん。ほら！大ダメージ。あ、そうだ。溜め技しよう。ゴン、ゴン、ゴン。ぐわっ！そう、乗りすぎるとさすがに、降りてってなるけど。おおお！冷やす。アイスロットも役立つなぁ。さすがに。よし。よし。で。ズン、ズン、ズン、ズン。ズン、ズン、ズン。ドーン！よし。逃げろ！いいね。よし。よいしょ。はい、オッケー。これで。爆発試算するときに、たくさん鉱石を出してくる。ほらルビー、ルビー、ルビー！火打ち石の、オパールくんと、いや、いい仕事したな。でもやばいぞ。炎ガードあと3分しか持たないけど。この先なんだよね。ここら辺は、ゴロンさんたちが統治する、採掘場とかなんとかだった気がするよ。ドカチンゴロちゃんとかがいるはずだ。まだ昼だから働いてると思うよ。ほら、南採掘場。休憩してる。もし？あ、寝てるや。あ、子供も？メット被って安全棒。よ、遊んでんの？ねえねえ、どうした？なんでグレーダ兄ちゃんはいつも文句言ってんのかな？え？グレーダ兄ちゃん？それ知らないよ。なんで？なんで大人の人はすぐごまかす頃？ああ！あ、旅行く人もいる。旅行く人もいる。いないかな？マサーキー。あ、あなた、ちょうどいいところに。私、ゴロンシティからの帰りなんですが、土産を買うのを忘れちゃいまして、デスマウンテンに生息しているヒトシトカゲを捕まえて帰ろうと思ったんですが、すばしっこくて。あなた、もしヒトシトカゲを捕まえたら、あ、全然それは構いませんよ。ヒトシトカゲ、あ、10匹？バカ言っちゃいけねえ。え、でも、対価の防具をさ、わかりました。じゃあちょっと頑張ってみせます。ひとしとかけね。任せて。本当ですか？それでお願いしますね。ひとしとかけ10匹ですよ。念を押すな。え？この辺りにもいるの？いやでもな、炎ガードがもう持たないって。あれ？これのこと？ひとしとかけ。ひとしとかけゲット。めちゃくちゃいるやんけ。黄昏れてるやつも。いやでもさ、炎ガードが持たない。何度も言うが持たない。人質とかがいるから。でも、めちゃくちゃいるから。はい。いる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 。これで5匹目くらいかな。そばにもいるから、ちょっとは努力してもらいたいもんだかな。ちょっと待って。待って。もう地球が持たん時が来てる。もう兄さんは持たない。ヒトシトカゲがあと5匹いないと対価の防具がもらえない。いる気配はない。
ああ、もう持たない。壊れちゃう。涼しいから。あ、でも夜光石めちゃくちゃあるや。夜光石行ってる場合？ああ焼け焦げちゃうな。どうしようこれ。一回馬宿に戻るもよしだ。夜光石もたくさん手に入ったしな。人しトカゲはね、わかんないや。よし、ギリギリだった。あれ？あれ？ああ、こんなとこまで戻らなきゃいけない。姉さん。やこんばんは。ゴロンシティに行くなら私の萌えず薬売ってあげようか？この人得意気に売ってくれるからもう可愛くてな。萌えず薬かけるさん。ありがとう。それだけ持ってたらゴロンシティまでなら大丈夫かもね。喜んでくれたわ。喜んでくれたわ。姉さん！ん？何？あ、いた！いや、ヤモリトカゲいたのに！なんだよ！邪魔すんじゃねえよ！七面鳥もいて？ああ、いる！一人！なんか黒いアゲハチョウが、なんか地獄鳥みたいなの飛んでなかった？気のせいかな。えらい遠くまで出張してきとるで、これわしら。キースさんもいて、夜光石がさ、さすがにたくさんあるわ。こう目の前にもあって、ほら！いやもうザクザクやんけ！でも今トカゲなんだ。もうこう暗いと何も見えないじゃないか。ため息がある。これ温泉じゃない？え？あ、回復してる！温泉だ！やったね！何これ？不自然だよ。温泉に落とすのこれ。おい、いた。コロちゃんだったの？それは気づかんよ。コログのみ、四つ目。またにー。え、俺たち気づかなかったら、あと500年ぐらいはコロちゃん、見つけられ、あ？これまさか。家族だ、家族だ、これは家族だ、三人家族だ。しっ。でもさ、これで、あと、リーチ、一匹になるんだよな。こうその一匹が難しいっつってな。ほれ！残り、一匹！はっ！いた！しっ。おとなしくしてろよ。おとなしくしてろよ。本当に分かりづらいんだからな、お前らは。オッケー！明朝3時10分そこで人、おっと、また横切る。景気のいい話だ。そこで休憩してるあなた。お土産を持ってきた次第。こんばんは。この辺りは夜でも本当暑いですね。それにしてもゴロン族の皆さんすごい。この暑いのに鍋とは、あ、鍋炊いてんの？おお、ひとしとかけ10匹捕まえてくれたんですね。早く私に譲ってください。譲ってくれたこの大化の防具を差し上げましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。それではこれをどうぞ。大化の石鎧。やった炎ガード。どうしました？あ、この兜は譲れないですよ。高価な品でしてね。欲しいならゴロンシティで買ってください。ゴロンシティならここからさらに北に向かった5合目。あ、そうだ。もしまた人しとかけを捕まえてくれたら3匹を20ルピーで買い取りましょう。なるほど。土産は多い方がいいですし。どれほど滞在するんだ？マサーキーさんが言ってましたが、この大化の石鎧だったり、特に兜はめちゃくちゃ高くて、確かね、2000ルピーぐらいする。やばくない？だってマイホームが3000ルピーよ。まあその桜田さんが口を聞いてくれたってこともあるけど、マイホームが3000ルピーよ。まあでもちょうど朝になったな。目覚めがいいと。え？ちょ、メテオインパクトや！危なっ！シャレになってないけど？なんだ、世界が滅ぶのか、今から。あ、止まった。え？定期的にこんなことが起こるん？やばすぎるだろう。そら、兜がいるわけだ。兜で、あれがじゃあ防げるのかと言われたら、知らんけど。ゴロンシティが近い！ああ、ひとしとかけくん。あ？なんか、ガーガーも構えてたよな。うわあ！明朝にそびえし、
トカゲ？爬虫類っぽいっすよね。なのが火山這い回ってるってどういうことだよ。改めてロード・オブ・ザ・リングでもそうそうないぞ。ガンダルフ・フガヒゴロンシティ、ムムムムム、どうした、うん、ジャンヌ・ダルク、ウォッホン、ククレン、ようこそ参られたリング殿。あれ、どうして名前を、うん、そんなことより君、さっきの火山弾大丈夫だった頃。あ、なんとかね。その火山弾のせいでお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしないと暇で暇で。ちなみにリンクというのは100年前、町の英傑ダルケル様と共に戦ったハイリア人頃。詳しいことは奥の組長にでも聞くといい頃。なるほど。あ、ごっこ遊びしてたんだ。え、いい剣持ってんな。よっしゃ、ゴロンシティ、入山。どうも。係員の人？客。いや、客足遠のいてるよ、どこも。ここは多分、よろず屋だったと思う。ほら、ほら、もう売ってる、売ってる。で、ズボンと、ズボンがもうそもそも700ルーピーだと。で、こちら、石鎧600ルーピー。あ、いいね。いいもんもらったな。で、兜、2000ルーピー。改めて言うけど、もう一回言うけど、マイホームが3000ルーピーなのよ、こっちは。でも、ま、景観的にこの石靴は手に入れておきたいよな。700ルーピーだったらやれんこともないんじゃないか。あれだ。夜光石をたくさん売ってやろう。このガッチムッチでな。ほら、たくさんあるや。これを10個ばかしでも売ると、もう届くからな。9個でいい、9個でいい。よし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 。これで、とんでもなく鍛えられる足腰。耐火性能もバッチリ。よし、来たがって。朝前なってるじゃないの。この肉、男前なんだから、ほんともう。ここ、宿屋だったと思う。お宿はこちら。火山の宿か。羽毛ベッド置けないよな。ここは、あ、またよろず屋だ。屋とか岩塩とか売ってますね。で、組長がどうのって言ってましたから、あ、鉄板焼き、天然か？ここいらへんだったと思う。どうした、うん、こちらはゴロンの名称、ブロハン師匠の屋敷ゴロ。こうか。何の用ゴロ？ブロハンって、うん、ブロハン師匠は歴代の技を継承する神聖な鍛冶職人ゴロ、うん。そして自分にも他人にもとっても厳しいゴロ。各位俺も修行と称し、ゴロンシティ周辺のマグロックを片付けるように言われてるゴロが、あ、あれですよ、あの、岩ロックくんのマグマタイプ。もう伝わりづらいかな。ダルニア湖のマグロックのところにはどうしてもたどり着けないゴロ。はぁ、あ、誰か代わりに行ってくれないゴロか。え？免許改伝への道。ダルニア湖って言ったな？まぁ、あ、ちょっと、隙間が見たら、行ってみてやるよ。この方が、どうした？困ってる様子。ちくしょう、ルーダニアの野郎。どうしたの？最近ルーダニアが暴れ出したせいでデスマウンテンの噴火が激しくてな。ダブルパンチだな。ルーダニアってのはあそこにいるやつだぜ。100年前は俺たちの守り神だったらしいがよ。あいつのせいで採掘はできねえわ、客足は減るわで困ってんで。毎度毎度大砲で火口へ追っ払ってんだが、また出てきやがった。おーい、腰だな。腰をやった音だな。ちょっと様子がな。っていうか、誰でいい？あ、旅の者なんですが。そうか。わざわざ俺に挨拶に来たってわけだな。俺の名は、ブルド。泣く子も黙るゴロン組組長ブルドとは俺のことよ。これからまたルーダニアを追っ払うんだが腰が痛くてな。しかし、ユンボーの野郎、早く戻らねえか。あ、ユンボーって？ユンボーってのは、俺のいつものルーダニアを追っ払ってる若いやつで。北の廃校に腰の痛み止めを取りに行ってくれたんだが、まだ帰らねえ。北の廃校に腰の痛み止めを置いてるってどういうことなの？なあ、あんた。もしユンボーを見かけたら俺が探してたって伝えてくれや。あ、いいですよ。すまんが頼んだぜ。ああ、ブルドーさん困ってる。炎の真珠、バ・ルーダニア。
失礼。なんか手記とか置いてないかしら。え、おしゃれ。多分これルビーとマッシュ、この鉱石が夜な夜な光り、ちょっと組長、どす黒いマグマ。